おはようございます。今日は行きに行きます。今から飛行機に乗って福岡に行って、福岡から行き島へ。行きの島、行き島でええんじゃん。もう分かる誰やねん行ってまいる。眠い。レッツフライト、レッツフライト。やば、やばすぎ。船に乗れました。福岡に着いて、そこから行き行きの今フェリーの中でございます。すごい。着いたぞー。行きー。今から昼ご飯を食べに行きたいと思います。うるさいでこの車は。イエーイ。え、そう、生ウニ食べたいんだが。え、何？え、生ウニ高い。4000円。わ、すごい。するわね。マシッソよー。生き牛だ、生き牛。昼もありがとう。美味しそう。いただきます。はい、ということでお昼ご飯をみんなで食べにやってまいりました。いやー、なんかさ、ウニが生き結構有名らしくて、しかも今めっちゃ旬らしいねやんか。だから食べようと思ってたんですけど、値段に負けてまだマシやった生き牛にしました。生き牛も年間900頭ぐらいしか取られへん、めちゃくちゃ希少なやつらしくて、せっかくやしね、ちょっと食べてみました。もうほんならこの笑顔ですよ。めちゃくちゃ美味しいです。イキ以外ではね、あんまりイキ牛を食べられへんということで、私はこれを頼んだんですけど、ただこのお店カツ丼もめちゃくちゃ美味しいらしくて、このお店紹介してくれた人が一番のおすすめでカツ丼をあげてくれてて、700円ぐらいで食べられるし、男性陣全員カツ丼頼んでたんやけど、これまた大絶賛やってやんか。だからまた次イキ行った時はね、ここのカツ丼食べたいなと思っております。嘘でしょ。あそれでいけた。わー、かわいいね。はははは、痛い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 。青春の1ページやんけ。仲よ。めっちゃ飲むでしょ。顔周りびしゃびしゃ。うわー、すごい。あ、ほんとだ、かわいい。眼球舐めんなよ。じゃあ、あんたたち、かわいいね。かわいいね。かなちっこい。え、ちっちゃいね、まだ。この子何歳？猫。はい、ね、かわいすぎ。もう一匹行方不明だわ。行方不明。本当だよ、うまいね。本日泊まるドミトリーの部屋です。え、すげえ、でかっ。すごくない？すごい、マジで。ラファル、ラファル、はい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 、よいしょ、よいしょ、よいしょ。すごいじゃん。これ貸し切りです、10人。わあ、すげえ、シャワールームだ。トイレございます。ちょっと失礼します。滑るわ、気をつけて。滑るから気をつけて。滑るから気をつけて。滑るから気をつけて。小島神社にやってまいりました。すごい。え、すごいやん。よいしょ。あ、そんな入んな。おー、女子分なよ。そう、小島神社。はい。これ干潮の時だけ渡れるみたいな道。モンサンミシェルって言われてるらしい。すごい神々しいな、なんか後ろの山が。大地が生き生きしてるよ。大地が生き生きしてますね。大地が生き生きしてるよ。うちらも生き生きしてるで。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごい。すごい、すごすぎる。到着、小島神社。失礼いたします。はい、端っこね。いい彼氏ができます。そこに多分。え、すげえ、でかっ。ちょっと待って、濡れすぎじゃない？お前、びちょびちょやな。あ、いいね、いいね。せーの、君を流すから。
一緒には入れないか、うろ覚え。そう君を泣かすからでも忘れない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 んだよね。せーの、泣いたいやんがさん。はい、お前歌えないところやん。お前がだから途中参加の3人、3人ねを迎えに港に行くんですけど、雨がやばい、雨やばし、雨やばすぎ、雨やばし。猿島見てください、マップでございます。わ、すごこちらです。え、意外とでかいんや、池島って。猿じゃん。なんかさ、猿ってよりゴリラじゃない？わかる、ね、あれはゴリラよ。でも別でゴリラ岩ってやつがあるから。あ、そういうこと。あっちでゴリラ岩って言った以上、こっちはゴリラってつけれづらいって言うんだと思うんだよね。あー、なるほどな、うん、ゴリラ岩、あれはゴリラは。これはストーカーなんだ。すごいすごい、嬉しい。嬉しいかい？ストーカー嬉しい。いやあ、美味しそう。違う、今2軒目が終わりました。めちゃくちゃ飲んだね。みんなで歌おうよ。じゃあいいね。どうした？立ちきつい、飲みすぎた。おしょうごぜ。おはようございます。おかえり、おかえり。もう出る時間違う。出ている。僕らはみんな生きている、生きているから。くそ、どういうこと。二日目、二日目。僕らはみんな生きている、生きているからで。おはようございます。今日は二日目。昨日は4時とか5時とかまで飲んでたんですけど、二日酔い組が発生してしまいました。私は無事。はい、今日の天気は、あれ強すぎ。声めっちゃガタガタなってんけど。あ、おはようございます。私もお風呂入ろう。100個ぜーん。おいしい。おいしそう。え、食べていいよ。いいの？いいよ。これ何これ？食べてくださいね。え、ありがとう。100個せーん。100個せーんって聞いたことあるよ。どこの国の？どこの国？関西だよ。どちらの？関西だよ。どこの国の？祭りでもね、絶対あるんですよ。はい、今からおかえが着替えまーす。なんで撮るんですか？着替えるよ。もう二日酔いでさ、ほんまに絶不調やから、これがおかえのハイテンションやと思って、こいつおもんなって思わんといてほしい。これ二日酔い出て喋ってますからね。二日酔いがなければ全力で楽しめんのに、二日酔いがあったら地獄よな。そうやね、ちょっと今みんなおかえが下の子から、見ないでね。いません。頭まで入る。私はすみませんけど、大体女の子って顔から下じゃないですか。じゃあ顔から下っておかしいな、首から下だと思うんですが、私はもう頭のもう毛の先の一本まで濡れますよ。最高。え、クロール対決する。ということで海行ってきまーす。はーい、バイバーイ。いや、プライベートビーチなんやって。なんか地元の人でも知らんみたいな。歩こう歩こう、私は元気。なんかパワースポット感すごいね。池はですね、島全体がパワースポットと呼ばれておりまして、はい、じゃあお帰りパワーもらいに来てんだ。そう。え、でも俺らもすでにパワーあるから逆に与えに来たんじゃないの？あ、逆に島に。え、カニいるじゃん。サワガニ。そう、でかい。サワガニじゃない、サワガニじゃないらしい。なんかズワイガニ。焼いて食うか。気をつけてみんな。うわ、すげえ。ラブラブ数着。誰もいないじゃん。確かに透明度えぐ。息の海、二日酔いの女。めっちゃ綺麗やん。うわチンコ。うわ、最悪や。取った取った。最悪最悪。もう多分出るこれ。ドン。いいね、おいしい。うん、なんかうまい。うまいっすね。生き豚だ。うん、おいしい。いいな。これ長崎帰る。ああ、そうなんや。やっぱな、ほんまに出口。確かに肉。めっちゃ箸が。お疲れ様でーす。食べ終わりました。
帰りの、車の便はまゆちゃんの運転でございます。よろしくお願いします。だいたいうちやけどな。海です、見てください。はい、絶景でございます。野生の人がいる、絶賛の曇り。普通のビーチももう誰もいないね。うん、そりゃそうですよね。6月だからね。まだ6月か。あと曇りだしね、今日。あと曇りか。あとツールド行きやってるからね。あとツールド行きやってるか。コピペライター。じゃあまず1枚いきまーす。はい、HS3 アウト。 HS3 アウト。福岡到着しました。船の中はひたすら爆睡。次の日の朝でございます。あの後みんなで居酒屋行ってホテルに帰ってもう爆睡、秒でお風呂も入らず寝て、今日の朝お風呂上がってもう時間やばかったからそのまま出てきました。今はホテルの近くのカフェなんですけど、今からはちょっとお昼ご飯食べて飛行機に乗って東京に戻りたいと思います。福岡といったらもつ鍋ということで、もつ鍋を食べにやってまいりました。もうさ、ちょっと疲れすぎてて早く帰りたいが優先してたんやけど、やっぱもつ鍋を福岡で食べへんことにはちょっと帰られへんなと思って、飛行機時間ギリギリにもかかわらずもつ鍋を食べにやってまいりました。安定にあのもつがプリプリでめちゃくちゃ美味しかったんですけど、てかもう違うね、あのこれももちろん美味しいよ、美味しかったんやけど、これ前日に食べた、取ってないねんけど、あのごまさばもうお前何回もこれ動画で言ってんねんけど、マジで福岡のごまさばがめちゃくちゃ美味しくて、油のったそのさばの刺身にあの秘伝のごまタレみたいなものがめっちゃ絡んでてさ、お酒のおつまみにぴったりやねん。もつ鍋食べてんねんけど、もつ鍋の話しろよって感じやねんけど、もうごまさばがめちゃくちゃ美味しかったから、福岡行った際はもつ鍋はもちろんやけどごまさばも食べてほしい。はい、でここのお店はあの明太子が食べ放題やった。もうなんか福岡っぽーって観光地っぽーってなんか思ったんやけど、明太子がね、あの取り放題食べ放題でした。高菜も食べ放題やったかな。ひたすら熱々のご飯の上に明太子を大量に乗せて頬張ってたんですけど、もう最高なお昼ご飯になりました。めちゃくちゃ美味しかったです、ここのもつ鍋。ただ30分ぐらい並んだんで、そこだけ注意かなと思います。ごちそうさまでした。美味しかった。帰ってきました。やっと家。旅行から帰ってきた時の家の落ち着き度えぐいよな。やっぱ家やなーってなるくない？ということで福岡で麺米をお土産に買ってきて帰宅いたしました。あっという間過ぎたこの2泊3日。1日目は4時半出発から始まって、もう一睡もせずに家出たんですけど、そっからマジあっという間やった。楽しかったなぁ。なんか島って行く機会あんまないやん。それこそ沖縄とかさ、なんか地元の淡路島とかさぐらいしかほんまに行ったことなくて、移動時間長いから結構大変やねんけど、苦労して行く価値があるなと思った。もう自然すんごい自然。楽しい時間はねあっという間なんですけど、また6月の終わりとかまた関西とかで用事ができたのでまた帰るんですけど、それまでねちょっと切り替えてひたすらに働きたいと思います。楽しい休日 Vlog でした。ということで最後までご視聴ありがとうございました。なんか福岡さ、もう一泊とかする予定やってんけど、さすがにちょっと疲れすぎて、しかもさ、もう絶賛整理前で、もうほんま疲れえぐすぎて、もう帰ろうと思って、もうそそくさと帰ってきてしまったんですけど、またちょっと明日から切り替えて頑張っていきたいと思います。また次の動画でね、バイバーイ。見てくれてありがとう。